こんにちは、キューブです。少しずつ回数を重ねてきたサンダーメイヘム編ですが、第5回をついに迎えました。これまで手足ロボを4つご紹介してきたわけなので、今回はいよいよコアロボの登場となります。というわけでこちら、トランスフォーマーコレクターズクラブサブスクリプションサービスバージョン 4.0 トランスフォーマータイムラインズブラジオンです。TCC サブスクリプション、いよいよコアロボですね。ちなみに TCC サブスクリプションサービスというのが何なのかについては、このサンダーメイヘム編の第1回動画ニードルノーズの回で詳しくご紹介していますので、そちらをご覧ください。上のカードか下の動画説明欄にリンクを貼っておきます。では早速パッケージから見ていきましょう。相変わらず情報量全くゼロの無地のボール箱なんですが、こうやっていっぺんに並べてみると、それぞれ割と形や大きさに差がありますね。こちらから順に 1,2,3,4,5 なんですが、コアロボというだけあってやはり体積は一番大きいです。でも真ん中の3番の箱と結構近いサイズですね。3番スピニスターなので、やっぱりヘリコプターということで結構プロペラとかが場所を食ってたっていうことなんですかね。ラベルには毎度おなじみ TFSS4.0 の文字、それの5番目と書いてありますね。では早速開けていきましょう。スポンジのインナーを外すとブラジオンですね。確かに本体は一番大きいんですが、スポンジインナーには本体を入れるためのくぼみしかありませんね。でこちらを外してみると、いつもの通り説明書と、あとこちらに説明書と同梱で武器が入っています。中身を取り出して並べるとこんな感じ。ブラジオン本体と、それから武器の剣が2つに説明書。説明書ですが、今回もリデコ元になったアイテムの説明書の縮刷版みたいな例のやつですね。今回のアイテムはリデコ品なんですけど、そんなこととは全く関係なく、合体モードへの変形がそのまんまブルーティカスの絵になってますからね。そしてこちらがテックスペックカード。今回もブラジオンの書き下ろしのイラストが一つ起こされていて、こちらにスペックとキャラクターバイオが書いてあります。ところで今の説明書のご紹介で少し触れたんですが、これまでレビューしてきた手足ロボたちは既存型の完全なリカラーにとどまっていたんですけど、今回はコアロボということもあって、さすがに仕様が充実しています。まず本体ですが、こちらの元になっているのはブルーティカスのコアロボであるオンスロート型なんですが、リカラーではなく重要なパーツがいくつか新規で起こされてリデコになっています。まあオンスロート自体がホットスポットのリデコなので、大元はホットスポット型っていうことになるかもしれませんけどね。そして面白いのが付属のこちらの武器、これはオンスロート型にもともとついているものではありません。この剣は全く別のアイテムの剣だけを転用したもので、これのもともとの持ち主は結構意外なキャラです。この剣がもともと付属していたのはこちら、なんと完全に国内限定で開発された三条合体の最終アイテム、オプティマスエクスプライム。公式アイテムとしては史上唯一の鉄道車両に変形するオプティマスで、こういう完全国内向けのアイテムが完全に海外向けの、それも限定アイテムに金型を使われるというのは、まあ前例がないわけではないんですけど、かなり珍しいですね。ちなみにここの写真にも載っていますが、元々の剣はシルバーだったんですけど、今回ブラジオンに付属するものは白で成形されています。ではまずビークルモードから見ていきましょう。鮮やかな緑色がすごい綺麗ですね。というかこの緑と所々に入っているこのサビ垢のツートンはブラジオンというキャラクターのトレードマークとも言えるカラーリング。ブラジオンのビークルモードといえばやっぱり戦車が定番なので、そこがこういうミサイルトラックに変わっているとなると、色がきちんとそれっぽいかどうかっていうのは結構ブラジオンに見えるかどうかの重要なポイントになってきますよね。ただちょっとだけ残念なのが、ビークルモードではこちらのせっかくついてる大きい武器をきちんとはつけておけないっていうところですね。きちんとと今言ったのは、つける方法が全くないわけではないからです。車体に直接つける方法は確かにないんですが、実はですね、ビークルモード天面に見えているこちらの手法は、こういう風に外すことができるようになっていて、まあ5ミリピンなんですけど、ここご覧ください。取り付けた状態でもピンの長さが穴の深さよりもだいぶ長くて、ここに隙間が生じていますよね。で今つけられないといったこちらの剣を見ると、この中央部分に3つ穴が開いています。これの径がちょうど5ミリなので、こちらの取り外した方のこのグリップ部分にあるピンを刃先に一番近い穴にこういうふうに通して、
その状態で元ついていた穴に取り付けると、こういう形で外れないように一応つけておくことができます。まあ確かに戦車っぽいシルエットからはより遠ざかる感じになっちゃうんですけど、でもまあ一応車体の一部とも受け取れるようなそれらしい付け方になりますね。ちなみにですね、剣には穴が3つ開いているので、どの穴を使うか、あるいはどちら向きにその穴に取り付けるかみたいなことを工夫することで、もう少し戦車っぽいイメージに近づけた取り付け方ができるんじゃないかと思って工夫してみたんですが、結論から言うとこの穴を使ってこういう風に取り付けるしかないですね。どういうことかというと、こちらの穴が刃の端から少し距離がある場所に開いているので、この部分の取り付けの穴と同じ高さではまる穴は一番刃先近くにあるこの穴だけですね。まあ向きを変えるという意味では、この手法に実はここをご覧ください、下向きにも短いピンがあるので、これを使って取り付けるっていう風にすればもう少し違う付け方もあるかもしれませんけど、きちんと固定するっていう意味ではこれが一番だと思います。ではこれまでにレビューした4体と合わせて5つを全てマシンモードで並べてみるとこんな感じ。いやー、やっぱりコアロボが加わると並びが壮観ですね。 TCC サブスクリプションは基本全7アイテムあって、6つ目はサンダーメイヘムとは直接関係ないオートボットのインパクター、7つ目もブルーストリークと発表されたので、今回のブラジオンをもってメイヘムアタックスカット、メイヘム攻撃隊がいよいよ勢ぞろいしたことになりますね。これ前回のウィンドスイーパーの時も同じようなこと言ったんですが、塗装が一つ一つそれぞれ鬼のように凝ってるだけあって、並んだ時の全体の色の多彩さが他のコンバイナーチームとは随分違っていてカラフルですね。ではいよいよロボットモードへ変形させていきましょう。トランスフォーム。完成、ブラジオンです。ちなみに変形プロセスはリデコの元になったオンスロート型と全く同じですね。ただちょっと驚きなのが、オンスロートには付いていなかったこの後から付け足されたオプティマスエクスプライム型の剣、こんなに大きい武器で、しかも取り付けも若干苦肉の策っていう感じだったんですけど、驚いたことに付けたままで変形可能ですね。しかもですね、この剣付けたままで変形しても前から見た時あまり目立たないような位置にうまい具合に来るんですよね。そしてさらに驚きなのが、オンスロート型はこういう風にバックパックが180度回って、こういう風に剣をですね、なんと可動によってキャノンのように肩に持ってくることができますね。これは驚きですね。元々の手法も取り付けが丸ピンなので、こういう風に上へ向かせることができますし、もっと倒してしまえばこういう風に肩に来るキャノンを4連装にしたりすることもできますね。苦肉の策からこんな感じの拡張が生まれるとは本当に驚きですね。背中につけたままでも意外にも大活躍だった剣ですが、もちろん剣ということで本来は手持ち武器なので、こういう感じで二刀流に持たせることもできます。リーダークラスが持ってもかなり大きめの体剣っていうイメージだったので、ボイジャーのブラジオンが持つとかなりの迫力ですね。加えて言うと、この2つの手法は取り外して手に持たせる銃としても使えるように考えられていますね。この取り付け用のピンがそのままグリップになる感じです。それと一方だけこういう風に後ろ向きにピンがあって、これが銃口と同じ径になっていてですね、ここをつなげることでロングライフルの形にすることもできます。ただしこの部分はですね、穴の中もそれからピン自体もどちらもフル塗装なので、ここの付け外しはあまりやらない方がいいような気がしますね。さて今回のこのブラジオンというキャラ、そこそこ有名なのでプロフィールご存知という方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的には日本の作品には出たことがほぼないので、一応軽くご説明しておきましょう。前回のウィンドスイーパーまでの4つのアイテムには全て G1 当時に発売された元になる同名のキャラがいるとお伝えしました。今回のブラジオンも同じで G1 に同名の元になったアイテムがあります。
日本では発売されなかったプリテンダーのブラジオンですね。ただブラジオンの場合、これまでの4キャラとは知名度がかなり違っています。ブラジオンはアメコミの最初期、まだマーベルコミックスだった当時にディセプティコン側のかなりの主要キャラで、一時は下克上を成功させてデストロンの首領の座についたこともあるほど活躍していました。加えて初代の G1 のブラジオンはなんと日本鎧にドクロの面っていう、トランスフォーマーとしては超絶異色の外見を持っていたので、その2つが合わさってファンにめちゃくちゃ強いインパクトを残したんですよね。おかげでかなり人気も出て、割と早い段階で、まあ決定版とまでは言えないんですが、かなり納得いくリメイクと呼べるものが出ました。実写劇場版の2作目リベンジの年に出たボイジャークラスの戦車から変形するブラジオン、これは日本のファンの方にも覚えていらっしゃる方多いんじゃないかと思います。海外でも最近はブラジオンといったらこのボイジャーのブラジオンの外見になっていることが多いですね。モバイルアプリのアースウォーズでもブラジオンはこっちの外見になっています。まあでもあれ超よくできているんですけど、さすがに出てからもうすぐ10年なので、エラストマー製の軟質のキャタピラが切れやすくなっている場合もあるみたいですけどね。顔のアップです。今回のブラジオンはリカラーじゃなくリデコだとお伝えしましたが、変更されている具体的なポイントはこの頭部です。でも今回のブラジオンはおなじみのドクロの面ではなくて普通のロボ顔、これは G1 当時プリテンダーだった時のプリテンダーシェルの中のロボの頭部に似せたものだと思いますね。あとこれとは別に合体用の頭部も新造形になっているんですが、そちらは合体させた時にお見せしたいと思います。次に可動ですが、まず頭部ボールジョイントで接続されているので非常に柔軟です。頭にも突起がない上に周囲にも邪魔をするものがないので、左右にも大きく向けることができますね。そしてこの頭自体、収納のためのヒンジがこっち向きなので、顎を引いたりすることも十分できます。次に肩、結構四角くてボリュームがある肩なんで、一見可動制約があるかのようなんですが、意外と柔軟に動きます。まず最初に水平から、このアーマーを上げないと上がらないんですが、これを上げてしまえばアーマーの下からこういう風に90度上がります。そして次に垂直の可動なんですが、これがですね、肩が結構ボリュームがあるおかげで普通に回そうとするとこのぐらいの角度で、ご覧ください、背中の羽に当たってしまってそのままでは上がらなくなるんですよね。ですが変形の恩恵でブラジオンの肩はこちら側へスイングするようになっているので、この可動を使いながら逃がしてだましだましこういう風に曲げていくと、一応こういう風に真上まで上げることはできます。それと肘関節のすぐ上で縦ロール、そしてこの肘の可動なんですが、これが驚きでですね、肘関節のちょっと上に実はここにも90度上がる関節があるんですよね。なので事実上二重関節になっていて、ご覧ください、腕の周りにこんな大きなアーマーがついていたり、肩もこんな風に大きく張り出していたりするにもかかわらず、ほぼ垂直まで180度曲げることができます。これすごいですね。ただし手首は前腕と一体になっているので一切可動はありません。胴体には可動は全くありません。屈伸をつけたり腰を回したりすることはできないですね。まあ単体の変形だとあまり胴体の構造をお分かりにならないと思うんですが、合体する時の変形をお見せすると、まあこの構造で腰回せって言われても大変だよなっていう感じなので、腰はちょっと回転しないですね。股関節はボールジョイントとかではないんですが、前後左右に切れていて事実上自由です。前にも後ろにも90度上がって、水平にも90度上がりますね。実を言うとですね、バックパックを正位置にしていると後ろはそのバックパックに当たるところまでしか上がらないんですが、さっきお見せした通りバックパックは180度回転させることができるので、避けてしまえば全然90度上がりますね。それと股関節の受けのすぐ下で縦ロール、ここすごい硬いです。そしてやってまいりました問題の膝関節。ですね、結論から言うとこちらの膝関節は何が問題なのかを知らずにいじっている分には問題があるようには感じられないんじゃないかと思います。後ろから見ていただくとわかるんですが、変形の恩恵も含めるとなんと三重ヒンジになっているので、問題があるどころか普通のトランスフォーマーよりもはるかに柔軟に、こんな感じで180度近くまで折ることができますし、特にここが柔らかくて立てないといったようなこともないので、何が問題なのかパッと見ではわからないんじゃないかと思います。でですね、このむしろ普通のトランスフォーマーより性能が高いのではないかという感じのこの関節にどんな問題があるかというと、ここご覧ください、中に芯になる茶色いパーツが見えますよね。そしてその下の方に三角形の小さい突起があるのが見えると思います。実はこの突起は前向きではなく後ろ向きについているのが正しいのではないかと言われています。
どういうことかというとですね、この方の膝関節はこういうふうに伸ばすとヒンジと前の走行との間に少し隙間がありますが、ここ本当は指で押すとパチンとはまり込んで固定がもう少し硬くなるはずなんですよね。ところがこの突起が前向きにあるとそれが邪魔してはまりません。なのでこれは組み間違いなのではないかと言われてるんですが、組み間違いなのではないかという言い方をしたのはですね、実はこのブラジオンはこれだけたまたま運が悪く組み間違えられた個体だったわけではなく、全品この向きだったみたいなんですよね。しかももっと言うと、これと同型の一つ前のモデルであるビクトリオンのパイラマグナ、それも全品この向きだったみたいなんですよね。2シリーズにわたって全品組み間違えるなんていうこと普通は考えられないので、これが仕様になったのではないかという説もあります。でも突起が前向きになっていることで得られるメリットって触った感じでは何もないように思えるので、果たしてどういう意図なのか、それとも本当に大々的な組み間違いっていうことなのか、ちょっとコアなマニアの間でも意見が分かれていますね。そういうまあちょっと謎の多い関節ですね。足首に関してはまあ実質ほとんど可動はありませんね。変形の恩恵でつま先がこういう風にちょっとだけ上がりますけど、あとはかかとがまあこっち向きに動くぐらいですね。このかかと収納の方向がこっちなので、かかとこっち側へ倒れてしまうようにできていたらちょっと支えとしては頼りないんですけど、まあないよりはマシっていう感じですかね。ポーズをつけるとこんな感じ。大きさを比べてみましょうと言っても、事実上リレコされているのは頭部だけなので、ホットスポットかオンスローと思っていらっしゃる方だと大きさわかると思うんですけど、まあ一応12分の1のいつものネゴシエーターと並べてみるとこのぐらいの感じ。ボイジャーなので、まあこちらよりも少し大きいですね。ただオンスロート型に関してはこういう風に手法が上向きに立っていたり、特にこのブラジオンに関しては体験のようなものが2本ついていたりするせいで、大きさよりも結構いじった時のボリューム感が印象に残りますね。以上、トランスフォーマーサブスクリプションサービスバージョン 4.0 トランスフォーマータイムラインズよりブラジオンのレビューいかがだったでしょうか。次回はいよいよメイヘム攻撃隊全員5体をロボットモードで並べた時の絵面と、加えて夢のメイヘム攻撃隊コンバイナー5体合体サンダーメイヘムへ合体させていきます。お楽しみに。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。さてブラジオンのレビューいかがだったでしょうか。動画の中でこのブラジオンというキャラクターはリベンジの年にボイジャークラスのリメイクが出たって話をしたんですけど、あれムービーラインのアイテムだったにもかかわらず、映画に別にブラジオンは登場してなくて、結構力の入った大きさのあるリメイクだったのに、なんであのタイミングで出たんだろうっていうのはマニアの目から見てもちょっとピンとこないというか、まあトランスフォーマーってなんかそういうアイテムが多いですよね。割とラインナップの3分の1から半数ぐらいが登場してないけど、まあかっこいいからいいだろうみたいな感じになっていて、興味のブランドとしてはこういう売り方結構珍しいですよね。ただですね、トランスフォーマーのそういう売り方の話とはまた別の問題として、ハイエイジホビーを買うとき皆さんも結構あるんじゃないでしょうか。結構高額のアイテムなのに、実は設定や番組に関してよく知らないまんま見た目がかっこよかったので買いましたみたいなパターン、自分も正直結構ありますね。というわけで皆さんに伺いたいと思います。皆さんはロボットに関するホビーを買うとき、まあこういうトイゼンとしたものでもハイエイジのものでもどちらでもいいですが、番組とか設定を先に知って活躍を見たことで欲しくなって買うっていう順序のものが多いでしょうか。それとも特に知らないけどかっこよかったので買いましたみたいな、見た目というか商品としての使用重視で買ったものの方が多いでしょうか。ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はというとですね、もう完全に後者ですね。まあ後者だからこそこういったトランスフォーマーなんかの熱心なファンだっていうところもあるんだと思いますけど、基本そのアニメとか設定みたいなものについてあまり知らなくても商品の使用やスタイルなんかがかっこよ
良ければ全然それで購入の動機になります。まあでもだからといって活躍を見たことで欲しくなったアイテムがないのかと言われると全然そんなことはなくて、普通に最初気になっていなかったものが番組内で活躍しているのを見て買うことに変えましたみたいなものいっぱいありますけどね。皆さんは商品の見た目や仕様なんかを理由に買ったものが多いでしょうか、それとも原作とか活躍の場面なんかを見たことで買う気になって買ったものの方が多いでしょうか。ご意見お待ちしています。